「あの階層」「梶井元次郎」「あは僕にとっては毎月の清楚な食卓だった」「その皿の数ほどのページ」「そしてリフアインされたおしゃべり」「その椅子につくことは僕の感がな楽しみであり誇りであった」「伊豆へ来てもう一年にもなるがその間に北側から送ってくれたあは積もって」 いつも奇変にあった。その中の詩や三文はおのずと口に出てくるくらい僕には親しい。村の本屋へ新刊の雑誌が来ていてもこの頃は買わずに帰るのが常である。流行文学よりも色づいた柿の葉の一片を持って帰る方が今の僕には楽しい。しかし「あは」は渡り鳥を待つほども。 自分は待つのだことに最近北側と三好が加わってから安西君僕には「あ」の師団的な解雇はできません僕はただ表紙に魚が4匹甲板に置かれてある関東の明かりが消えてしまった赤料をあなたに告げるばかりです